どうもハルカットです。皆さんポケモンのゲームはやっていますか？どのシリーズもポケモン育成そしてバトルするとなるとやりがいがあって面白いですよね。またメガ進化や Z 技ダイマックスなどの新システムも地方ごとに追加されているので、前作やった人も次の新作を楽しめるところがいいところだなと思います。てかスー君ってさ、ストリンダーの色違いでメガ進化なんでしょ？うん、ストリンダーは本当はメガ進化しないんだけど、それって改造？まあ空想の姿の方が今後グッズ化して僕使えるじゃん。それは言わない約束。というわけで今回はメガ進化でも Z 技でも巨大マックスでもないポケモンの幻の進化があるという件について話していきたいと思います。手は関係ないけど、最近家の近くにコンビニが新しくできてマジでテンション上がりました。引っ越さなくてよくなったよ。というわけでよかったら最後まで聞いててください。メガ進化でも Z 技でも巨大マックスでもないポケモンの幻の進化が存在した。これまでのポケモンではポケモンが覚醒するシステムとして XY ではメガ進化、サーンのムーンでは Z 技、ソーダのシードではダイマックスという新要素が追加されているんですが、この他にも過去には幻の進化がありました。それがこちらです。覚醒する力ということで、名前はブレイク進化と言います。ポケモンが黄金に光り輝いていますよね。これ以上進化できないポケモンがさらに進化した姿ということで、見た目がめちゃくちゃかっこいいんですが、実はこれはポケモンカード限定仕様です。今はないんですが、当時ポケモンカードをやっていた方は分かった人もいるかもしれませんね。今でもカードショップで時々見かけます。このゴールドの姿かなり目立ちますし、かっこいいですよね。ゲームで搭載されることはなかったんですけど、ゲームでも出てきたら絶対かっこいいと思いませんか？まあ黄金色になってしまうと色違いの価値が薄くなってしまうので、この進化がゲームに搭載されることはなかったと思いますが、もしかしたら忘れた頃にゲームに登場とかあるかもしれませんよね。ちなみにですが、この黄金のポケモンの姿は過去のアニメで一度登場しています。それが見れるのはアドバンスレネーション第100話、トクサレジムソルロックとルナトーンです。7つ目のバチとなるトクサレジムで、サトシがバッチをゲットするためにジムリーダーのフーとランを相手にダブルバトルを行う話なんですが、そこで出てきたのがこちらです。黄色に輝くピカチュウとオオスバメですね。めちゃくちゃ光ってますよね。これだけ見るとピカチュウとオオスバメが覚醒して黄色に変化したのかって思う方もいると思うんですけど、そうではなく、いつものサトシのめちゃくちゃ戦法でこうなってしまったんです。フーとランとのバトルで追い込まれた時に上空の雲に気づいたサトシがピカチュウの雷を雲に向けて撃ち、上空の雷雲から呼び寄せた雷をオオスバメこと浴びさせてなった姿がこれです。でこれにより攻撃力が上がったオオスバメとピカチュウはフーとランのポケモンであるソルロックとルナトーンを倒し、見事にバッジをゲットします。いやサトシさん、ピカチュウはいいとしてオオスバメにまで雷を浴びさせるってヤバくない？根性で頑張れみたいなことを言っていたんですが、それで2匹が持ちこたえて、しかもピカチュウとオオスバメが体に電気をため黄金色になったのが面白い回でした。ポケモンが黄金になるってやっぱりいいですよね。僕は好きです。ぜひポケモンカードからの逆輸入という形で黄金になる進化実装してほしい。とまあこんな感じで、メガ進化でも Z 技でも巨大マックスでもないポケモンの幻の進化が存在したという件についてでした。ちょっとでもご覧になったチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。